ご家族の方は駐屯地入り口の後方案内所までお越しください。まだ君前方約100メートル赤い煙が上がっている地域をご覧ください。座線上の誘致接点の奥の地域が敵部隊が占領しているポールの台です。各特殊部隊は協力し敵に占領されているポールの台を奪回します。なお戦闘訓練において空砲などを使用するため大変大きな音がします。大きな音がする射撃の前には砲の付近で赤旗を上げますので、小さなお子様をお連れの方は耳を塞ぐ等の注意をお願いします。それでは戦闘訓練を開始します。迫力ある攻撃戦闘の場面をご覧ください。状況開始。上昇台偵察開始。上昇台了解。左をご覧ください。オートバイに登場した情報状態が敵艦の偵察を開始しました。情報状態はオートバイを侵入開始。了解。左手をご覧ください。
第12特化隊の 155mm 榴弾砲 FH70 が侵入しました。 155mm 榴弾砲 FH70 は陸上自衛隊の主力作砲であり、自動が可能で最大射距離はおよそ 30km であり、現在地から米山あたりまでの距離です。続いて侵入してきたのは第2普通科連隊の 120mm 重迫撃砲です。 120mm 重迫撃砲は軽油可能であり高い機動性を有します。 120mm 重迫撃砲の最大射距離はおよそ 13km であり、現在地から直江津港あたりまでの距離です。続いて侵入してきたのは第2普通科連隊の 81mm 迫撃砲です。 81mm 迫撃砲は3つの機能部分に分かれ、車内に積載可能で全員に運搬することができます。 81mm 迫撃砲の最大射距離はおよそ 5.6km であり、現在地から桜山駅あたりまでの距離です。続いて第1号車列戦闘部隊が侵入します。第1号車列戦闘部隊列戦入隊了解。左手をご覧ください。戦闘を前進するのは第12対戦車中隊の保有する79式対中艇対戦車誘導弾です。その後方は第2数科連隊の保有する中距離多目的誘導弾です。これらの火器により敵戦車等を射程距離外から高い命中精度で撃破することができます。また中距離多目的誘導弾は射程射撃により上陸用の中艇戦車等を撃破するための誘導武器であり、高い命中精度で遠距離からの射撃が可能です。侵入した高圧火力戦闘部隊対地高火力戦闘部隊が射撃準備を完了したならば、攻撃準備射撃が開始されます。射撃準備中央軍用部隊射撃準備完了。了解。81mm 射撃用部隊射撃準備完了。了解。中距離多目的誘導弾射撃準備完了。了解。大きな音がします。ご注意ください。射撃よーい。もう1回が開始されました。ただいま侵入してきましたのは陸上自衛隊最新式の一回り自転車です。一回り自転車は従来の電車に比べ火力、機動力、防護力が向上し、小型軽量化した自転車で50型走行を有しております。
管区およびアルト市警携帯電車誘導弾が搭載されており、コンパクトタイヤ4輪により自然な機動性を有します。それではご覧ください。続いて軽装甲機動車により侵入してきましたのは、対人狙撃銃を装備した狙撃手です。狙撃手は対人狙撃銃を使用し、離れた場所から敵機関と射撃することができます。狙撃手、配置完了。敵発見せい。よし、よかったら出てくるね、シャランね。装甲車が現死しました。駐隊長、こちら操縦状態、敵装甲車に対し、よし。奥の軽装甲機動車をご覧ください。操縦状態が軽装甲機動車より、丸一式携帯戦車誘導弾による車上射撃を実施します。敵装甲車に対し射撃発射。ご注意ください。大きな音がします。ご注意ください。ご注意ください。大きな音がします。ご注意ください。目撃戦車撃取りきよー。操縦状態が突撃戦車撃最終弾弾弾を突入します。最終弾弾弾するため、中心の目標に向けて、電気を開始します。